はい、オルガンライフです。今回コレラックから提供を受けたイヤホン、 Bluetooth のイヤホン、いろいろあります。こちらこの値段でびっくりするぐらいの音でしたね。Bluetooth のイヤホン、安いものほどいい音になってますよ。もう進化してるんですよね。ほんと昔、安いものは安いもの、いい音聞くんだったら高いもの、なんかそんなところがありましたけど、それこちら十分クラシックのリスニングにも耐えられましたね。ポピュラー音楽、まあちょっと元気がないかなと思いますけど、それでもロックのパンチ感とか出ますね。ただスネアドラムの立ち上がり、そこはパンチがないですね。鋭くないです。ペチとは言わないけど、まあちょっと残念だな、そのぐらいです。でも十分聞けますよ。まあドラムライン命とかパーカッション命、まあそういう人はね、じゃなくて普通に音楽聴く人大丈夫です。 LR しっかりやれますので間違えないでください。私の耳、イヤホンが引っかかりにくいんですけど、これはフィットしますね。1時間ぐらい聞いてみましたけど、痛くもならないし落ちないです。こちら、まあ、リモコンを操作したければ前、フィット性を重視したければ後ろですね。走る場合は後ろがいいかな。あとここら辺がちょっと気になる、そういう人も後ろがいい。ただちょっと操作はしづらいですね。前でこう見たい、その場合は前側がいいですね。それまず私聞いてみたもの、クラシック、まあ、低音の楽器がドーンと入った時、まずそこがイヤホンのポイントなんですよね。まあ大体コントラバスとか入るとバイオリンとかはちょっと曇る、それはないですね。まあ全くないと言ったら嘘ですけど、うわーっていう感じはない。次に競争曲、まあちょっと空気感出すぎてて、周りの残響音とか、それがちょっと響きますね。まあベターっとした感じじゃなくて広がった感じ、それを味わうことができますね。次ロック、ボーカルとかギター、あまりベタベタじゃなくて、まあ安全な距離から聴ける、そういう音です。ベターというより広がりですね。まあ、長時間のリスニング、まあ、音が丸くないですので、まあ、疲れるかもしれないですね。まあ、そういう場合はイコライザーで調整してください。まあ、このイヤホン自体すごくいい性能がありますので、まあ、リスニング重視ということでちょっと疲れるかな、それはある。ただ音的に疲れるというだけで痛くはないですね。長時間着用する人に嬉しいですね。最後、録音しましょう。これイヤホンのデモって録音する人がいない、だから私録音しますよ。 iPhone のボイスメモ、 iPhone 叩いても収録されてないですね。あ、ここですね。このリモコンの部分にマイクが入ってますね。今マイクをこう手で触らずに収録してますね。こんな感じです。はい、こんにちは、オルガンライフです。これが普通な会話ですね。はい、オルガンライフです。これが収録の音ですね。まあメーカー見るとちょっと声を張り上げると歪んでるというか、クリップしてるかな。こう近づけてみる。あ、もしもし。オルガンライフです。こう外して前にして、こういう風に、あ、本当にちっちゃい声で喋らないといけない場合、これがいいですね。はい、はい、オルガンライフです。オルガンライフです。オルガンライフです。このぐらいの声で、ひっそりと会話できますね。だから、本当に静かなところ、このぐらいの声で撮るのがいいのかなって思いますね。ちょっとこれだと、あ、クリップしてるね。こんにちは、オルガンライフです。今、小声で喋ってますね。小声で、マイク、ベタベタですね。あの、リモコンに口を近づければ、非常にちっちゃい音で収録できますね。収録というか、会話できますね。これもいいところなのかなと思います。イヤホン、本当にお求めやすくなりました。あ、そうだ、これ、いいポイント。まあ、安いものって、時々これがないんだけど、これは、擬的マークありますね。だから安心して使います。手頃なイヤホンを考えてる人、ぜひコレラックのイヤホン使ってみてください。ということで、バイバイ。